雲岩禅寺は、熊本県熊本市西区松尾町平山にある、総当州の寺院。三号は、放火山、または、岩戸の山。通称は、岩戸観音。これは、境内奥の院の洞窟、霊岩道に安置された本尊、国体紙面の馬頭観音像にちなむ。日本の南北朝時代、霊派より渡来した元の禅僧。 東領 A により建立されたと伝えられる。本尊の観音像自体は、寺の建立以前から道内に安置されていたといい、世阿弥の用曲、日垣により、平安朝の歌人、日垣が、この観音を日産したという古事でも知られる。また、県政、宮本武蔵が晩年、霊和道に参老し、二天一流の極意書、五輪書を表したことは、特に著名である。 寺は、金宝山の再録に所在する。境内は1975年、熊本県指定史跡名称に指定され、裏山には、江戸中期に作られた16羅漢、500羅漢の石像が並ぶ。隣接する宝物館には、宮本武蔵が、岩流島で、佐々木小次郎との決闘に使用したとする墓剣や、武蔵の自画像などが収蔵されている。祈願や、 紅葉の名所として、肥後矢場家と呼ばれる寺の周辺は、岩戸の里公園として整備されており、園内の黒岩展望台は、有明海を挟み、雲前普賢岳を望む。肥後国史には、宝火山、山高ある廃輪おどの山と見え、近年の文献でも、霊場ひ三33箇所81ページは、宝火山と両者を併記する。この道内の本尊を、 伝業規策とする文献に、古事名札大辞典31ページ。他方、令状秘語33箇所81ページは、本尊とは別に本堂に奉仕される四面観音が、伝業規策とする。ありがとうございます。